なたと出会えたことにありがとう。何気ない言葉が勇気になったり元気が出たり、今の私にできること、あなたがいつも笑顔でいられるように心を込めてお届けします。 FM 湘南ナパサ霞のミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしています霞です。9月4日水曜日午後10時を回りました。霞のミュージックストリーム、本日は136回目の放送です。パーソナリティの霞です。こんばんは。今日の霞はですね、9月8日に行われます氏神一番&霞ジョイントライブ西城秀樹トリビュートライブのバンドリハーサルに行ってきました。5時間歌いっぱなしだったので、ちょっと今日の声どうでしょう、大丈夫でしょうかちょっと心配なんですけれども、放送を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日の1曲目、9月ですよ。9月になったのでこんな爽やかな感じの曲はどうかなと思って選びました。霞の歌うオリビア・ニュートン・ジョンのカバー、そよ風の誘惑からスタートです。Like you.
だいぶ涼しくなってきましたよね。エアコンを使う時間も短くなってきました。やっと秋の訪れを感じますね。では本日のお題、影響を受けた人、ひかるさんからいただきました。ひかるさん、お久しぶりです。ありがとうございます。人を変えるってなかなかできないもの、でも必ずあるんですね。人生に自分に影響を与えた人、案外たくさんいるかな。中学3年生の時の担任の先生、職場の先輩、今の主人、そして Facebook で出会った、身近では出会わなかった人とも、一つ言えるのは、自分の直感力がビビッときた時は必ず自分から出会っていくのですね。自分の人生に必要だったからっていうことです。ひかるさんは直感力っていう表現をされていますが、私もそんな感じがあって、私は感覚っていう感じで、出会いに飛び込んでいくこともありますね。ひかるさん、ありがとうございました。そして湘南民族さんからです。湘南民族さん、今週もお聞きくださりありがとうございます。父から影響を受けました。機械をいじるのが好きで、簡単な車の故障や電気製品の修理は自分で直していますっていうことです。男性がね、メカに強いのは本当女子としては胸キュンですよ。湘南民族さん、ありがとうございました。そしてオラシさんからです。オラシさん、今週もありがとうございます。特定の個人ではないのですが、ライブなどステージの上で主役の伴奏をしているギター奏者の影響を受けてきました。私もギターを弾くのですが、指や音の使い方、はたまた体の動かし方など、ジャンルが違っていても影響されることがあります。そういった意味でボーカルをされている皆さんの中には、影響を受けた人はかすみさんという人もいらっしゃいますっていうことです。オラシさん、ありがとう。これ忖度してる？また来週もお願いします。そしてお庭番さんからです。お庭番さんも本当毎週ありがとうございます。かすみさん、こんばんは。こんばんは。影響を受けた人はたくさんいますが、ピックアップすると1、母方の祖母、とにかく優しいおばあちゃんから優しさを、母もその影響で優しい人でした。2、一緒に住んでいた父方の祖父はおしゃれが好きな人で、よく言っていました。使われるのではなく人の上に立てと、牢屋に入っても牢名主っていうのがいるんざぞと、そして他人にはよくしてやりなさいとも、祖母と一緒にあちこち連れて行ってくれたり、軍隊生活をはじめいろいろな探検談も話してくれました。3、父親、仕事に対する姿勢、取り組むことが大切さを教えてくれました。父ははちゃめちゃな部分もあり、反面教師になっている部分もありますということです。いろいろな人との出会いがあり、良きこと悪しきこと、いろいろな勉強をさせてもらい感謝です。近年は自分以外はすごい人と思って日々を送っています。9月になりましたね。ということで、太田裕美さんの9月の雨をリクエストしますということです。お庭番さん、ありがとうございます。たくさん影響を与えてくれる方が周りにいるって本当に幸せなことですよね。ありがとうございました。ではリクエストにお答えして、太田裕美さんで9月の雨。
しめタクシーの中であなたの住所をぽつりと告げた。のとみおちゃんからです。とみおちゃん今週もありがとうございます。私はやはり母です。義理人情を教えてくれた。それとゴールデンハーフ黄色いさくらんぼ、歌より4人の足長美また出た足長美脚と股間ばかり見ていた中学時代、合わせて義理人情を知っている変なおじさんになったと自分では思っていますっていうことです。もうあとみおちゃん最高だよ。もう徹底してるよね足長美脚。もう来週も足長美脚お待ちしていますそして続きまして大串さんからです。大串さんも毎週お聞きくださりありがとうございます。ファッション雑誌と X、 後の XJAPAN ですね。ちょこちょこツボなバンドなどありましたが、決定的なのはそこから国内外のバンドを掘り下げ、さまざまな音楽を好きになり、ファッション雑誌には江住真紀子さんやひとみさん、反町隆史さんや竹野内豊さんなどが現役モデルで活躍していました。バラエティに富んだファッションを知ることになり、今でもたまに足を運ぶお店があります。代官山のハリランやハイスタンダードにオクラなど、ちょっとあのオクラって野菜になっちゃったけど、もしかしたらオクラとかいうのかな、うん、20代の頃からこれらすべてが今につながっていますということです。あの大串さんは絞り染めをしているデザイナーさんなのでね、やっぱりファッションのことをねこうやって影響を受けたんですね。あと音楽もねお好きなのでね、 XJAPAN かっこいいですよね。大串さんありがとうございました。そしてまさあきちゃんからです。まさあきちゃん久しぶりありがとうございます。かすみ親便、しょうがないな、黙っておこうかと思いましたけど、話したいから話しちゃいます。3つです。1つ、美術家の千田隆先生です。横浜時代に私を導いてくれた方です。これ調べたらとてもモダンなね作品を、絵とかね描いてらっしゃる方で、カラフルですよね。まさあきちゃんの作品に似てるなと思いました。そして2つ、
ウォルト・ディズニーです。もちろん会ったことはありませんけど、こんな人になりたいと思った人です。ディズニーには内緒でお願いしますって当たり前やん3つ、両親です。2人がいなかったら今ここにいませんから。かなり年を重ねてしまいましたけど、内緒だったのに話してしまいましたっていうことです。まさあきちゃん、話してくれてありがとう。また来週も待ってるね。そして直人さんからです。直人さんも本当毎週ありがとうございます。ちょうど30年前、渋谷エクマンで見たザ・フーのトリビュートライブ、大名さん、難波博之さん、木瀬理恵子さんらが出演していました。それまでは来日アーティストのライブばかり行っていましたが、このライブからライブハウスの楽しさを知り、今の僕につながっています。ロムのライブで久しぶりに見た木瀬さんからは、それまで苦手だった女性ハードロックボーカルの素晴らしさも教えていただきましたということです。あの木瀬理恵子さん、通称リーボーちゃんね、これはボンちゃんとバンドを2つ組んでるんですよ。ロムっていうね、あの ROM と書いてロムと読みます、アコースティックのプログレをやってるバンドと、あとトゥルース&リアリティというプログレバンドをやってらっしゃいます。ではね、リーボーのお話が出たので、ここで一曲トゥルース&リアリティからアスっていう曲をお聴きいただきたいと思いますが、この曲はボンちゃんの作曲です。ではお聴きください。トゥルース&リアリティでアス。かすみちゃん、こんばんは。私が強く影響を受けた人は、大学時代の私の指導教官、金川明教授です。今でも教授の言葉が励みになっています。適切な時に適切な言葉をかけてくださいました。その指導教官は、勲二等支持褒章を受賞していらっしゃいますっていうことですね。有名な方ですよね、直行さん。そんな方の教えを受けられて幸せでしたね。ありがとうございました。そして
厚尾さんからです。厚尾さん、ありがとうございます。かすみさん、こんばんは。今僕が旅行好きなのは間違いなく中学時代の担任の先生の影響だと思っています。ちなみに中学時代の担任の先生は3年間同じ先生で、よく授業を潰して林間学校や修学旅行の下見に行った時の話をしてくださり、楽しさが倍増しました。そして卒業してからもその時行った場所を再訪しているほどです、っていうことです。厚尾さん、ありがとうございます。3年間同じ先生っていうのはすごいですね。素敵な担任の先生に巡り合って幸せでしたね。ありがとうございました。では来週のお題、異文化体験エピソードなんてどうでしょうか。ボンちゃんは異文化本異文化体験エピソードありますか。やっぱまあいろいろね、最初秀樹さんのツアーで海外にも行って、中国とかね、もう35年ぐらい前ですけど、中国とかブラジルとか、やっぱその別のそういう国に行った時にたくさんいろんなこう衝撃的な体験はありましたよ。例えばまあ35年前のもう北京のトイレがすごかったですね。もうトイレもう扉がなくて、もう敷居もなくて、それってもう隣でしてる人が丸見えみたいな。台ですよ、もちろん台です。マジで？マジマジ。恥ずかしくない？もうそう言ってらんないか。漏れちゃうみたいな。そういう文化だから。はあ、ね、すごいね。すごい。それはすごい。それ女子もなのかな？いや、わかんない。女子トイレは一応男子と女子は分かれてますよ。さすがに。そりゃそうだよね。はあ、すごいね。たった35年前でそんな時代があったってことだよね。あとちょっと田舎行ったらこうギフしちゃってね、牛が引っ張ってる。あの第八車みたいな、まだそういうのも走ってました。牛で、それはさすがにびっくりしましたけど。たった35年前でこんなにも変わってしまうんですね、私はそうね、やっぱりヨーロッパとか、やっぱり何西洋文化に日本人って憧れるよね。東洋人っていうのは西洋文化にすごく憧れて素敵に感じちゃったりとか。で、この間は新大久保のね、行ってきたのよ。そしたら街が韓国になってるのよ。そうだね、だから韓国行かなくても韓国行った気分になるし、なんかそういう品物、化粧品とかもいろいろ売ってて手に入るから、なんかいいなと思う。アイドルショップとかもいっぱいあった。アイドルショップが多かった。ね、わけわかんないんだけど、その韓国の男のグループ、もうとにかく綺麗な方たちがビラ配ってんの、街を練り歩いて。いただきましたけれども、はい、では皆さんの異文化体験エピソードお待ちしております。メールアドレスはアイドルかすみ @gmail.com、 すべて小文字で idolkasumi@gmail.com までよろしくお願いいたします。So, 甘えんぼの君
せをさせてください。9月8日日曜日、氏神一番&かすみジョイントライブ、西城秀樹トリビュートライブです。場所はラドンナ原宿で、ご予約はラドンナ原宿のホームページからか、お電話でのご予約03-5775-6775、 03-5775-6775 までお願いいたします。残席わずかです。お急ぎください。よろしくお願いいたします。そして大阪になります。10月26日の土曜日、大阪大雲寺霞着物でジャズ&昭和歌謡ということで、一部は着物を着て、二部はドレスを着て歌い踊ります。ご予約は大雲寺のメールアドレスか霞の受付になります。まず大雲寺、大雲寺1661@gmail.com、 すべて小文字で daiunji1661@gmail.com です。そして霞の受付はアイドル霞@gmail.com、 すべて小文字で idolkasumi@gmail.com までお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。9月のお別れの曲は作詞霞、作曲大久保春信ボンちゃんで忘れられないサンセットです。今宵も FM 湘南ナパサ 78.3MHz 霞のミュージックストリームをお聞きくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティの霞でした。では次の番組、歌姫たちにバトンタッチ。いつも僕を困らせ7.3